ここね。ずいぶん古いけど、確かにレナの構造物だわ。傷がたくさんある。開けようとしてダメだったのは本当らしいな。レナの構造物でも重要なものは特別な素材で作られる。ダナの技術では破壊することなどできないでしょうね。じゃあどうやって。わかった。曲がりなりにも満腹になるほど食べたなんて、いつ以来かな。あなたたちは十分な食事は与えられていないの？決められた時間に決められた量、十分だった試しなんてない。みんなレナの目を盗んで栽培したりなんだりして、どうにかしのいでいるんだ。今にして思えば、あまり元気になりすぎて反抗する気を起こさせないためだったのかもな。そうね。空腹は体も心も萎えさせるから。レナなのに知っているのか。私は同胞に追われる身よ。黙ってても食事が出てきたりはしないわ。今のは何も聞こえなかったわ。いや、でも食べたばかりなのに。何も聞こえなかった。俺もまだ手つかずのがあるが、食べるか。いただくわ。向こうが透けて見えるのに通れない。イライラするな。防護隔壁を通りたければ解除装置を探すわ。どうやらここは補給基地の類だったみたいね。あるいは300年前の大進工事まで遡るのか。放棄されたっていう割にいろいろ救ってるな。どこから入り込んだんだ一体。さあ、亀裂でもあるのか。この中だけで繁殖できる環境があるのか。とにかく気を抜かない方がいいわ。ああ、こんなところで足止めを食らうわけにはいかないか。突破するぞ。マジンセン危ない。水の力影を泣き払う。エンジン、これぐらいの相手なら問題ないな。これは箱なのか。レナのものね。中身はありまでといただきましょう。これぐらいの相手なら問題ないな。
何かにも使えそうだな。これは？結構歩き回ってる気がするんだが、まだ探すのか？もう疲れたの？いや、そういうわけじゃないが。まだ隅々まで調べてないわ。ほら、行くわよ。服を諦める気はないんだな。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。これぐらいの相手なら問題ないな。ちょっと見せてくれ。レナの技術なのか。こんなこともできるなんて。私たちにとっては当たり前のことよ。ここは前の主の衣装部屋のようね。大したもんだな。いつからここにあるのか。少し昔の衣装だけど、これにするわ。たかが服を着替えるくらいで何をそんな時間。
何？いや、その、なんでもない。いい加減、ジルファたちが待ちくたびれてる頃だ。そろそろ戻ろう。さ、ウルベゼクに戻るわよ。上機嫌だな。そんなに服が嬉しかったのか。別にそうじゃないわよ。ここは補給基地だとかって言ったよな。けどネアズは城跡だと言っていた。本当のところはどうなんだ。さあさあって、私が知るわけないでしょ。レナのことなら何でも知ってるとでも思ってるの？そうは言わないが。300年前、レナから持ち込まれた資材の多くがそのままいろんな用途に転用されたとは聞くわ。だからここは補給基地だったかもしれないし、同時にスルドの城だったこともあったかもしれない。いつからスルドの城が今の場所に移ったのかは知らない。これで満足？ああありがとう。その教えてくれて。別に大したことは言ってないわ。ほら、さっさと行くわよ。感じだ。いい感じだ。
片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。突破するぞ。この調子で行きましょう。戻るか、ウルベゼク。そうね、パッと行きましょう。パッとね。野宿は嫌なの。早く休みなさい。俺の勝手だろ。疲労で足を引っ張られるなんてごめんよ。覚えておくよ。至る所ズーグルだらけでうんざりするわね。元はといえばあんたたちが連れてきたんじゃないか。わざわざレナから。ただのレナの生き物ではないわ。みんな目的に応じて何かしら調整された存在だから。それにダナの生き物を元に作られたズーグルだっているそうよ。ダナの人間だけでなく他の生き物にまで手を出しているのか。怒るのは勝手だけど私たちには目的があったはずよ。協力するの、しないの。するさ。すればいいんだろう。腹はちゃんと満たせるはずよ。よし、行こうか。これは価値があると思うわ。どきなさい、来なさい。爆破してあげるわ。マグナル状況が逆転したら次は自敵はわずか。押し切るわよ。ああ力がみなぎってくる。
この調子で決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。よし、いい感じだ。調子で行きましょう。調子で行きましょう。どきなさい。現在投げ払う。まるない。るぞ。はあ、倒れろ。水の力で。次は誰が投げ払う。風よ。力の差も測れなかったのね。これぐらいの相手なら問題ないな。これぐらいの相手なら問題ないな。さっさと
片付けましょう。泣き払う。マグナレイ。魔人剣。水の力で。泣き払う。水の力で。魔人剣。ティエンジン。片付いたのね。行きましょう。ああ、問題ない。誰かの助けを求めているんじゃないか。これでどうだ？え？ありがとう。寄り道して悪かったな。新しい料理を知ることができたし、それでよしとするわ。次の野営で早速作ってみましょう。そんなに気になってたのか。向かう気？決まってる。モスガルだ。行ったところで。うるさい。
するぞ。力の差も測れなかったね。駐屯地の装甲兵が少ない。モスガルに派遣されているんだわ。どめ、ここでみんな無事でいてくれ。さあ行くぞ。食べよう。海に通じているのね。上と違って水が綺麗だ。魚が泳いでるのが見える。ええ、美味しそうだ。え、なんでもないわ。
進むわよ。突破するぞ。風よ、水の力で倒したぞ。そこだ、時間なくは終わりだ。見えた。この調子で行きましょう。
他にも苦労。意外といるもんだな。